ステン。さあ始まりました、緊急企画です。カスタンの新しいコーナー、開運バイク何でも鑑定団です。ということで今日はですね、大阪某所に来ております。このコーナーの趣旨説明したいと思うんですけども、さまざまな理由でですねバイクを手放したい人たくさんいるんですね。場所が邪魔だ、引っ越しをするから持って行ってほしい、バイクを降りる、ね、高く売りたい、いろんな理由があると思います。今日はですねそんな、お悩みを持つバイクをですね紹介していきたいと思います。そして記念すべき第1回はなんとあの伝説のバイクです。これです、行ってみよう。ひゅーじゃーん、出ました、ついに出ました、 NSR。 記念すべき第1回は NSR MC18。 そう、あのいつかは88と言われた MC18 なんです。見てください、見てください、こんな感じでですね、走行距離は3万5000です。3万5000。さあどうでしょうか、さあどうでしょうか、こんな感じです。カウルはですね中華外装がついておりますね、はい、引きずりはなしということでですね、こんな感じの外観でございます。さあハンドルはちょっとこれカスタムされてるかもしれませんね、下にグッと下がってる状態になってます。なるほどね、ちょっとまあそこまでひどくないですけど若干サビはあるみたいですね、はい、じゃあまず見ていきましょう。フロントフォークはですねちょっと綺麗ですけど、全然綺麗ですけど、あでも綺麗ですね、全然ちょくちょく綺麗ですね、はい、欠品もなく引きずりもない感じ。じゃあちょっとエンジンかけてみましょうか。いい感じですね。両方から煙は出てますね。今アイドリングスクリュー調整してます。よし、アイドリングした、バッチリ。あ、いけますね、アイドリングしましたよ。はい、ということで、どうだったでしょうか。まあ、基本的にあの走る、止まる、曲がるは大丈夫です。ただまあやっぱりあのこう中華カウルであったりとかですね、まああのこうウインカーとかあの前のライトがですね若干配線がちゃんとつながってなくて、まあつかないと、まあちゃんとつなげればつくらしいんですけども、まあそういう部分がちょっとありますね。まああとなんだろう、あのカスタムしててあのハンドルがこうギュッと下にこう垂れ下がりていて、まあちょっとこうタンクとのこのクリアランスであったりとか、あとこうステップをこう踏んだ時にね、ステップとこうキックがちょっとこうあの干渉してたり、まあその要は車外のステップがついてるからだとは思うんですけども、まあだからそういう風な細々とした部分はちょっとあるとは思うんですけども、ちゃんとエンジンがかかって、まあ例えばキャブを清掃したりとか、うん、ちゃんと普通のあのとりあえずもうあのバッテリーさえ新品つなげば普通に走ることに関してはもう一瞬大丈夫そうな雰囲気もしっかりありますんで、はい、あのまああとはもうお値段次第でということで、まあ多分こうレストアとかですね、あの再生するベースとしては結構いいんじゃないかなと個人的には思っております。はい、僕のですねアカウントの方でもう出品してますんで、よかったら、チェックお願いいたします。カスタンチャンネル、それでは。
ー